障害者に対する支援っていうのはやっぱり遅かったですね。なんかの教訓がいろいろねあったはずなのに、それが今回は生かされていない。どうしてもやっぱり障害者は後回しなのかなっていうところをすごく感じました。でも本当に全国からいろんな方々にご支援いただいて事業を再開することができたんですけれども、本当に最初は集まるだけで幸せだったんですが、徐々にこう活動も順調になりまして、作業の方もお菓子作りに初めてねチャレンジしたんですけれども、こちらの方もどんどん順調に販売させていただく注文もねたくさんいただきまして、そういった意味 で利用者さんもどんどん人数が増えてきまして、だんだん居場所が事業所の場所がね狭くなってきたっていうのが今現状です。いやもうみんな感動しましたね。桜が8月1日にみんなで開所式をしたんですけど、ご家族と本人さんと職員とみんなで昔の懐かしい写真とかビデオをみんなで見たりして、ちょっと後回しになったんですが、エアコンだったり机だったり何もなかったですので、そういった備品に関する助成が少しありました。で後付けでもう買ってしまったものだったんですけど、普通やってしまうと助成金下りないじゃないですか。でも後付けでも構わないということで揃えたものを後から助成いただきました。正直言って行政を待っていたら、いつになるかわからないので自力で動くしかないっては感じました。で今もそのつもりでやってます。だから先がどうなるかわからないっていう状態でずっとやってたんですけれども、それを言ってたら事業は成り立たないので、もうある意味ここまでこの地域で連携させていただいているので、じゃあもうここでやっていこうと決めました。何年か後戻るご家庭があったり、また別なところに移転されたりっていう、また離れ離れになる時期が来るのかなっていうのが、そういう危機感を持ってます。他の地域に行く予定だっていう話もありますし、実際に行かれた方ももう、栃木県の方に移られてさよならした方もいますし、せっかく集まったのにまたさよならしてしまう、そんなのがまたこれから先出てくるのかなって。